これは人類が衰退した世界の物語である。1年前7つの巨大な結晶体が天から落ちてきた。これらの結晶は原力という名の強いエネルギーを含み、独り手に成長するためエネルギー危機を解決すべく天が与えた宝物だと考えられた。しかしすぐに結晶はタガが外れたかのように恐るべき規模の鉱脈と化し、強烈な原力の波動を発して人類を汚染、モンスターの姿に変えた。感染はたった数週間で爆発的に広まり、ついには地球規模の大災害となった。これが大爆発と呼ばれる人類のターニングポイントである。しかしこれは決して世界の終わりではなかった。災害を生き延びた人々は結晶が広がった大地にいくつもの避難所を作り、人類文明を復興しようと試みた。そして大陸から遠く離れた島で優秀な少女を集めた雇用兵部隊が活躍する。全てはここから始まった。指揮官、開始しますか。指揮官、ドローンによる機雷設置完了しました。いつでも開始できます。目標全て撃破。レーダー内脅威数ゼロ。残りはあの怪しいギアだけです。行きましょう。ちょっと待って、ムカ、そんな装備で大丈夫なんですか。原力戦術装備 OTE は使いません。原力を使用するものなんて必要ないですから。でも OTE なしでどうやって敵と戦うんですか。大丈夫です、問題ありません。わかりました。戦場処理者部隊兵士ジムカ、出撃準備完了。あの頑固なムカを説得できるなんて、指揮官ってムカの特別な人だったりします。アイリーン、作戦中の死後は慎んでください。はい、戦場処理者部隊兵士アイリーン・ホワイト、出撃準備完了。
もう通れない。こうするしか。うわあ、ちょっと待って。了解。指定座標へ移動中。指揮官も無茶しすぎですよ。貨物輸送用プラットフォームで撤退支援なんて。でも指揮官のおかげで助かりました。先入観を捨て、手元にあるもので最善の道を切り開く。これも一種の才能ですね。今回は褒めてあげます。ところでアイリーン、この OTE はどうやって外すんですか？基地外での装備アンロードには緊急権限が必要です。でも向かって権限設定を持つ後方支援部隊に話しかけたこと全然ありませんよね。そもそも使う予定がなかったんです。それで他の方法はあるんですか？作戦マニュアルに書いてありますよ。指揮官権限で強制アンロードが可能だそうです。その方法もあるんじゃないですか？さあ指揮官、早くこれを外してください。どうやらこれからは店長と呼んだ方が良さそうですね。なかなか個性的なあだ名だと思います。そういう趣味はありません。これは純粋な称賛です。またハッキングですか？それで調べているのもまたご自身の素性についてですか？実際誰でも自分が何者なのかという疑問を抱くとは思います。いつからそれを？それならもうやめてください。これ以上やるとおそらく指揮部に。